ボットってこの抵抗値によって、ね、もちろん音は違うんですけど、ノイズを拾いやすいかどうかっていうのも変わってくるんですよね。これでね、音の違いはもう一目瞭然というか、一丁瞭然というか。どうもこんにちは、ゲーキンボックスの佐賀です。ボットの抵抗値によって音が変わるって聞いたことありませんか？ほんまかいなって感じですけどね。これ実際のところ、まあ確かに仕組み上変わるんですよね。変わるんですけど、聴覚上わかるレベルで変わるのかっつう話ですわ。そんな疑問皆さん持ってると思いますので、今回の動画ではボットの抵抗値によって音はどう変わるのかっていうのを検証しようかなと思います。それを検証する前に、ボットってどんな仕組みになってるんですかとか、なんで音って変わるんですかみたいな話と、ボットの種類ですね、そしてまあどんなピックアップ、どんなギターベースにどの抵抗値のポットを使えばいいのかみたいな話をちょろっとしようかなとも思います。急いでる方はピピッとスキップしちゃってください。最後までご覧いただけたら嬉しいです。本編どうぞ。まずはポットの仕組みっていうところからお話ししたいんですけど、これね、別名可変抵抗器って呼ばれてるんです。何が可変抵抗器なのかと言いますと、ポットってね、端子が3つついてるんですよ。1、2、3って番号つけましょうか。2番端子っていうのは1番端子と3番端子の間にこう通ってるカーボン抵抗の上を滑るんですよね。滑るようにこうくるくる回るわけですよ。なので1と3があって、その間のカーボン抵抗、その中を2番がこう動くと。つまりね、1番と2番、2番と3番、ここの抵抗値が回し具合によって可変するわけです。だから可変抵抗器っていうわけですね。ボリュームっていうものがね、この抵抗値の割合で決めることができるので、そのね、特性を利用してボリュームコントロールに使用するっていうのが、このポットのね、大きな役割の一つなんですよ。ボリュームがフルの時っていうのは、この2番端子と3番端子は直結してるんです。直結してるんですけど、カーボンのね、抵抗を通ってアースの方、1番端子の方ですね、こっちの方に信号がちょっとだけ流れてるんですよ。この影響が抵抗値によって違うんです。500キロとか大きい値のものの方が流れづらいんですよ。で、小さい抵抗値の方が流れやすいと。なので500キロのポットの方がシャキッとした音になると言われています。特にその影響を受けやすいのが高音域だということなんですよね。だからその抵抗値によって特に高音域がすごく変わるよねっていう風なのが、まあ定説なわけですな。ポットには種類があります。まずは抵抗値ですよね。メジャーなところで言うと250キロ、500キロっていうものがあって、ちょっとね、マイナーなとこだと300キロとか1000キロ。まあもしくは1メグって言ったりしますね。あとは EMG とかで使う25キロとか50キロとか、そういう低いものもあって、まあこれはね、本当に様々な種類があるわけですね。ポットの種類には抵抗値の他にカーブっていうものがあります。大きくね、A カーブ、B カーブっていうものがあって、これ何かっていうと、回し心地と抵抗値の変わり具合の変化の話なんですよ。 A カーブっていうのは0から7ぐらいだとあんまり変わんなくて、7から10でボーンと変わるみたいな。で、一方 B カーブっていうのは1回したら1変わって、2回したら2変わるっていう、こういう違いがあるので、ボリューム奏法とかする人にとっては結構この違いって顕著に出るんですよね。まあここら辺は好みかなっていう風に思います。あとちょっとね、レアなもので C カーブっていうものがあります。1から3のあたりで急激に変化して、3から10ではあんまり変わんないと。何に使うんだって話ですけど、これはね、レフティーの人用ですね。あとはバランサーポットは A カーブと C カーブ組み合わせて使ったりもしますね。じゃあどのピックアップにどのポットを使えばいいのかというと、定説とされているのは、シングルコイルには250キロ、ハムバッキングには500キロ、そして EMG だったり、アクティブサーキットを通った後のボリュームコントロールには25キロとか50キロのポットを使いましょうというふうに言われています。これね、なんでかっていうと、ポットって、この抵抗値によってね、もちろん音は違うんですけど、ノイズを拾いやすいかどうかっていうのも変わってくるんですよね。500キロとか、抵抗値が高い方がノイズ拾いやすいんですよ。そこら辺も加味しますね。サウンドとノイズの拾いやすさっていうものがありますと。で、シングルコイルっていうのはシャキッとしてるけどノイズが多い。だからノイズが少なくて、割とこう上は丸まっても OK な250キロ。これを使いますと。で、ハンバッキングっていうのは割とね、太くて、そしてノイズが少ない。これには上がシャキッと出やすくて、そしてノイズが多い。多くても大丈夫なわけです、ハンバッキングなので。っていう500キロを使います。で、25キロのものを使ったりするっていうのは、EMG とかアクティブサーキットから出力される信号っていうのは、インピーダンスが低くて、インピーダンス
ダンスが低い場合にはポットの方もマッチした抵抗値で使わないと非常に使いづらい操作性になってしまうと、そうしたことが理由です。だけどこれっていうのはあくまでね、あの定石であって必ずではないんですよ。普通のねシングルコイルのギターに、25キロのポット使っても音は出ます。500キロ使っても OK、 250キロ使っても OK。 だからよくね連想系こういう風に変えてほしいんですみたいなリペアの相談されるんですよ。でそんな時にもうちょっと上のレンジ出したいんだったら250キロじゃなくて500キロのポット使ってみませんかみたいに提案することもあります。これでやっぱ結構変わるなと僕は思ってるんです。でも完全に AB テストしたことって実はあまりなくて、録音したことでなかったので今回はそれをやってみようかなという趣旨でございます。ということで続いてサウンドを検証していきたいんですけど、まず使うベースが音モセのジャズベース、はい、これすごく音が良かったのでこれにしました。これに関してはピックアップミックスでジャックにね信号を直結させてます。なのでこいつらのノブは全部バイパスされた状態ですね。その上でポット3種類用意しました。まず25キロ、これ EMG についてくるタイプですね。すごく低いです。そして250キロ、ジャズベースとかスラットキャスターとかに使うものです。そして500キロ、ギブソンに使うものですね。なのでこれギブソンのポットです。この3つで音を比較してみましょうと。それらで音が変わらなければもう変わりませんっていう話なわけですよ。ちなみに使うのはねこれね僕昔学生の時使ったんですけど、エフェクターのね基板をチェックするためのものですね。センドリターンがついてるんですこれに。なのでこれを使ってポチポチポットを切り替えながらちょっと音をね聞いてみようかなと思います。フィンガーとスラップとコードそれぞれでそれぞれのポットの抵抗値を順番に聞いてもらうので、これでね音の違いはもう一目瞭然というか一丁瞭然というか、そんな感じで分かりやすいのかなと思います。僕自身もこれ後から聞くのが楽しみです。ということで聞いてみてください。どうぞ。
ということで、25キロ、250キロ、500キロ、これらのポットの音の違い、聞いていただきました。いかがでしたでしょうか？全く違わない。弾くぐらい違うっしょ。ベースでこんだけ違うんだから、ギターだったらもっと違いますよ。でも、こんだけ違うっていうのはね、もう本当に感じていただけたかなというふうに思います。特にやっぱり25キロ、音量自体だいぶちっちゃく感じませんか？これね、正直弾きづらい。すごく弾きづらかったですね。音量もちっちゃいし、レンジ感も狭いから、美味しくないし、ベース弾くこっち側としてはさ、美味しい音で弾きたいじゃない。で、やっぱその美味しいところが全然ないから、あんまし楽しくないんだよね。これが例えばプレベだったら話変わってくるかもしれない。プレベはもうちょっと下のレンジにね、美味しいところがあるから、むしろね、25キロの方がいいじゃんって思うかもしれないですけど、僕個人的には、トーン絞ったら似たようなもんは再現できるかなというふうには、まあ正直思うわけですよ。なので、特にね、上のレンジですね。ここのレンジがどれぐらい欲しいかによって、ポットの抵抗値をちょっと変えてみるっていうのはすごく面白い試みなんじゃないかなというふうに思いますね。これね、かなり楽しい遊びなので、よろしければ皆さん試してみてください。ジャズベースで言うとさ、ポット3つあるじゃん。どれを250キロ、どれを500キロ使うかっていうのはかなりね、組み合わせがありますから、楽しいんじゃないでしょうか。試してみてください。ということで本編終わり。年末年始何してた？年明け一発目の撮影じゃん。ああ、確かに、うん、本当につまんなくいいぐらい何もしてないんだよね。本当にネットフリックスとツイッターしかやってない。ゆとり教育の賜物や、これが。どこにも行ってないし、いろんな人に聞かれるんだけど、実家帰ったのとか、どっか旅行行ったのとか、いや、マジで何にもしてないし、強いてこれやったっていう話をするならば、風呂でネットフリックス見た。これが一番大きい僕のトピックですね、年末年始の。ちなつなんかした？年明けてもう1時ぐらいに初詣、地元の神社行って、その日初売り、朝一デパート並んで、その後に親戚家行って、次の日は実家帰って、あ、違う、その次の日はもう仕事だったんだ。1月2日は中流家庭じゃん。で、それ終わったら友達と新年おめでとうっつって、朝2時ぐらいまで飲んで。やば、まあ、友達いるんだ。いるよ。似たような生活リズム、似たような生活リズムっていうか、なんかもう近しい人間だから、お前割とさ、やっぱ自分と同じようなニュアンスを想像してしまうよ。なんかで、思ったよりなんか人間らしい文化的な生活。皆様は年末年始楽しかったですか？こんな楽しい年末年始過ごしたっていう人はコメントしてみてください。あ、まああとね、このポットのね、音の違いすごい楽しかったので、そこら辺皆さんがどう感じたかっていうのは僕らとはまた違った感想があると思いますから、よろしければね、コメントしてみてください。そしてギーキンボックスではそういうカスタムも受けたまわっておりますので、実際にね、こうやっていろんなもん検証してるんですよ、撮ってないとこでも。なので、そうしたね、経験とか知見とかスキルとか、そうしたものを使ってリペアのサービスとかね、販売のサービスとか輸入とかなんやかんややっておりますので、ぜひぜひ遊びに来てみてください。最近ね、すごくたくさんいろんな方が来てくれてて、本当に嬉しいなと思います。以前よりもね、すごく来てくれてます。それらもね、こうやって YouTube で見てくださってる皆様のおかげかなとか思ったりもしますから、ぜひぜひ遊びに来てください。お待ちしております。ということで、もしこの動画面白かったら、いいねとかチャンネル登録とかしてみてください。 Twitter、Instagram、Facebook などなど SNS やっておりますので、チェックしてみてください。ということで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた次の動画で、バイバイ。